春、大地から力強く芽を出すタケノコ。夏、太陽の日差しを浴びて大きく育つ赤じそ。日本には四季折々の自然が作り出す食材がたくさんあります。そんな季節の食材を使った手仕事を毎年欠かさず行っている人がいます。幼い頃から山里の自然に囲まれて育った料理研究家、大原千鶴さんです。その時期にしか手に入らない食材を少しでも長く楽しめるよう、さまざまな保存食に加工しています。次の美味しさに出会うまで1年待たんとあかんじゃないですか。その時期になったっていう季節を体いっぱいで感じるためにやってるような気がします。時間や手間を惜しまずに手をかけることが楽しみやなと思ってますね。手作りだからこその旬の美味しさを気軽に楽しむ大原流手仕事の技を1年にわたってシリーズでお届けします。大原千鶴の季節の優しい手仕事。お届けしています季節の優しい手仕事、2月のテーマは味噌です。大原さん、よろしくお願いします。味噌と言いますと、冷蔵庫に入ってて、お味噌汁に使うことが多いんですけれども、お味噌汁は美味しいですよ ね、今の時期嬉しいですよね、あったかいのが。でもお味噌ってそれ以外にも調味料としてね、炒め物とか煮込みに使ったりもするんですけど、今回はね、味噌漬けをちょっとしようかなと思って、思ってます。今日は味噌漬けを教えていただくんですけれども、その味噌漬けに使う、こちらにあるのが、白味噌ですね。日本中いろんなところに美味しいお味噌いろいろあるんですけども、京都の冬の代名詞といえばやっぱりこの白味噌になるかなと思います。材料がね、大豆と米麹なんですけども、普通のお味噌よりも麹の量がすごく多いんです。だから香りが高くて甘みも割とあって旨味もしっかりしてるかと思います、で今回はこの白味噌にみりんを加えるだけのお手軽な味噌床を作って、それでいろんなものをね、つけていこうかなと思っています。冬にぴったりの味噌漬けを教えていただきます、今日の手仕事はこちらです。まずは肉の味噌漬けです。こんがりとね、焼き上がって、美味しそうになってると思います。しばらく漬けておくだけで旨味も凝縮されて、香りもすごく良くなるかと思います。続いては魚の味噌漬けです。お肉もとね、同じようにしっとりと柔らかく仕上げることができます。お魚は足が速いので、ちょっとそのままの保存あれですけどもね、こうやって味噌床に漬けとか貼るととても保存が効いていいかなと思います。で、お塩焼きとはまた違った味わいがあるかなと思います。今日は野菜も味噌漬けにするんです。アスパラガスとかブロッコリー、レンコン、いろんなお野菜を味噌漬けにしていただくといいかなと思います。色とりどりにね、こうして人参とか合わせていただくと綺麗かなと。さあ、これ皆さんなんだかわかりますか？黄身はい、そうですね、卵の黄身ですね。そうですね、卵黄だけをお味噌に漬けたものになるんですけども、とっても、濃厚な味わいです。はい、味噌漬けといえどもいろいろなバリエーションが広がります。さあ、では教えていただきたいと思います。まずは基本肉の味噌漬けですね。じゃあお肉からいきたいと思います。まず白味噌を使って味噌床の素を作るんですけども、この白味噌にみりんを合わせるだけなんです。だいたいこのぐらい の白味噌にみりんが大さじ2から4、白味噌だけで使ってもいいんですけども、ちょっと白味噌だけだとちょっと硬いかと思うんです。ですからこのみりんで溶き伸ばして使いよい柔らかさに伸ばすという感じですね。材料ね、よく覚えておくといいですけども、白味噌が 400g に対してみりんが大さじ2から4ですね。適当にね、こう使いやすいように伸ばすという感じで、あまり厳密でなくていいと思うんですけども、こうして混ぜ
でていくとだんだんカスタードクリームくらいのね柔らかさにすると、はい、そうすると扱いが楽かなというふうに思っています。みりんで味噌を柔らかくするということなんですね。柔らかくして伸ばしていくということですね。そのままで柔らかさをじゃあよく見ておくといいですね。そうなんですね、はい、やっぱり白味噌がいいんですか。そうですね、あのやっぱり白味噌は塩分も少ないですし旨味もあるので、この味噌漬けにするにはぴったりかなと思います。はい、このぐらい混ざりましたらこれで大丈夫ですので、はい、これでお肉をつけていきたいと思いますね。味噌床出来上がりですね。はい、出来上がりです、はい、まずこの保存容器にこのお味噌を入れていきますね。味噌漬けというとちょっとこう、うん、なんか大変かなと思いましたけど、味噌床意外と簡単な、簡単なんです、混ぜるだけなので、はい、でこう下に敷きまして、でここにガーゼをね敷いていきます。やっぱりガーゼはあった方がいいんですか。そうですね、ガーゼがないとどうしてもお肉とかやあの素材にあのお味噌がくっついて焼いたりするときに焦げやすいんですね、はい、ですからこうして、でお肉の場合はもうここに直接ドーンとお肉をこう入れていきます。今日は、はい、あの肩ロースのお肉を使っていますけれども、ちょっと脂身のある方がねあのどうしてもこう締まっていくので美味しいんですね、はいはい、牛肉や鶏もも肉など脂のあるものがいいと思います、ね、でこちらの方にガーゼを、はい、していきます、はい、これ味噌が直接ついてしまうと焼くときに、そうなんですね、ですからガーゼをちょっとこのようにしてかぶせて、そこにまたこのお味噌を入れていきます、はい、上からも下からも、そうですね、味噌床をしっかりつけて、はい、旨味を染み込ませていきます。はい、こんな感じで大丈夫かなと思う。余分になったところのガーゼはちょっと折り込んでおいていただいて大丈夫ですしね、はい、で今日今2枚つけましたけれども、これを2段にしていただいて、もう1枚ガーゼ敷くと敷いてお肉で、ガーゼでお味噌していただくと4枚この入れ物にでもしっかり入りますのでね、はい、はい、これで大体何日ぐらい、これで、大体お肉でしたら1日2日あの蓋をして、冷蔵庫に入れていただくといいと思います。はい、感じですね、蓋をして冷蔵庫で1日から2日、はい、では置いたものがこちらになりますね、はい、お隣にあるんですね、はい、見た目にはそれほど変化はないですね。こんな感じ、ちょっとこうお肉の色が少しあの、まあ、黒っぽくあの詰まった感じになるかと思いますけど、はい、水分はそんなに出ないんですね、はい、でこんな感じで付け上がりですけれども、はい、これを焼いていきたいと思いますね、はい、では焼き方のポイントもフライパンの方で教えていただきたいと思います、はいはい、お願いします。まず最初にですね、どうしてもお味噌がついてますのであの焦げやすいんですね。ですからあのできれば表面加工のあるフライパンを使っていただくのがいいと思います、はい、そのフライパンが冷たいうちにお肉を入れて、で蓋をして弱火で焼いていただきます。火をつける前にお肉を入れた方がいいんですね、はい、表面が焦げてしまって中に火が通りにくくなるのが一番あの困るので、はいはい、で焦げないようにして弱火で焼くんですけども、はい、大体3分ぐらいかな。今日はすでに片面を3分ほど焼いています、はい、あらちょっと焦げ目がついているぐらいが本当に美味しそうですね。これぐらいの焦げ目がつきますので、はい、そしてあの火を強くしないで焼いていただきたいと思います、はい、でこうしてひっくり返してまた蓋をしてちょっと弱火に落としまして、でこれで3分ぐらい焼いていただいて中までしっかり火を通していただきます。はい、切れちゃったかな。はい、はい、どうぞ。それでは焼き上がったものをご覧いただきましょう。肉の味噌漬け出来上がりです、はい、もう本当に美味しそうですね。焼いてから食べやすい大きさに切って、はい、お好みの生野菜と一緒にいただきます。お味噌の甘みが加わって、また冷めてもすごく美味しいので、お弁当なんかにもとても重宝していただけると思いますね。さっきあの焼いている時味噌の甘い香りと少し香ばしい香りがしてきて、フライパン開けるだけでも食欲がなんか出ますね。そそられました。はい、美味しそうに焼けてると思います。さあ続いては魚の味噌漬けです、はい、まずは魚の味噌床から教えていただきたいんですけれども、はいね、魚の味噌床も実はさっきと全く一緒なんですね、はい、あの 400g の白味噌にみりんが大さじ2から4同じように混ぜていただけると大丈夫です、はい、で同じ割合で、この割合を覚えていただくと
と、うん、これでいろんなお魚とかお肉とかどんどんつけていただいて構いませんし、はい、でこれが多いようでご家族が少ないようだったら半量にしていただいても構いませんのでね、はいはい、でそれをさっきと同じようにこの量半分ぐらいの量を下に敷いてガーゼをこう乗せたものになります、はい、で今日はサワラをつけていきたいと思うんですけども、はい、お魚はお肉と違ってちょっと最初に下ごしらえと言いますかお塩をしていきたいんですね、はいはい、お塩を、まあ、この6キロぐらいにちょっと小さじ1ぐらいたっぷりめに振ってもらってで30分以上置いてもらいます、はい、でこうしますと余分な水分と臭みが取れますのでお味噌につけた時に美味しくなるんですね、はいはい、お肉はそのままでよかったんですけれども魚は塩をしてそうですねこうして下ごしらえをするとそうなんですでお塩を振るとちょっとこうして水分が出てきますのでね、はい、でこの水分をちょっと拭いてあげるということがまた次の手順といいますか下ごしらえになりますね、はい、水気をきちんと切ってあげるんですねそうなんですちょっと拭いてあげてこれが残ってるとどうしても臭みがちょっとねそこのお汁に入ってますからね今日はサワラですけれども、はい、他にどんなお魚がおすすめですか？そうですね、鮭とかタイとか割と白身系のお魚の方がいいかなと思います脂がちょっとあって白身のお魚が美味しいかなと思うんですけれども、うんまあ、これから春になったらマスとかね、うん、あと鮭でも生鮭でそれからサーモンなんかでも大丈夫ですよね、はい、そういったものを使っていただくといいと思います、はいはい、綺麗に並びましたね、 ちょっと今日は立派なサワラで一つ残ってますけど、はい、でここにまたこれガーゼを乗せまして、はいお味噌を塗っていきます、はい、味噌床は先ほどのお肉と一緒お魚もお肉もこのぐらいの柔らかさになるようにみりんをあえるというところがポイントですかね、はい、使って伸ばしてそして塗っていきますね、はい、ちょっと面倒なようだけれどもガーゼがあると本当は後がね処理が楽なので、いいかなと思いますねそうですね、うん、はいでこのように時の全体に伸ばして塗りつけましたら、はい、ちょっとガーゼ折り込んで蓋をしてでこれで今度お魚の場合はね、はい、3日から1週間なんですね1日より少し長いんですねそうなんですやっぱりお魚の方が水分が多いので、はい、ちょっと長くつけていただいた方が味がしっかり入っていきますねはい、はい、さあ今日は3日から1週間置いたものがこちらお隣にあるんですけれども、はい、こちらの方ちょっとどんな感じか見ていきましょうかお肉とまたちょっと違うんですよ、はい、なんかしっとりしてそうでしょお味噌が出てますね端っこにねこう水分がこう溜まってくるんですねこんな感じでね、はい、でこれがお魚の水分が出てお味噌の旨味が入ったということになりますので、はい、お水分が出てるので大丈夫なんですね、はい、しかもお味噌も少し白っぽくなるんですねそうなんですねちょっと見てみましょうかこんな感じ美味しそうでしょあ綺麗ね、はいうん、でお加減はねお好みでいいと思うんですけどもちょっと魚の切り身が多かったらやっぱり1週間ぐらいとか、はい、あとしっかり使った方がね私は美味しいと思うので私は1週間ぐらいが好みなんですけども、うん、なるほど、はい、自分のお好みの加減を、はい、していただくといいかなと思います、はい、これを焼くとそうなんですね、ですね焼く時のポイントはねポイントはもう先ほど の,、はい、お肉と同じように弱火であるということが大事なんですね、うん、味噌床から出したらグリルに入れて弱火で焦げつかないように焼いてください、はい、焼き上がってからね今これみりんを塗ってるんですハケで、はい、熱いうちに、はい、そうしますとねツヤが出て美味しそうに見えますの で, 本当です、ね、ちょっとお弁当とかおせち料理とかそういうこう少しよそ行きにするときはみりんを塗られるのもいいかなと思います、はい、焼き上がってからみりんを塗ってるんですね、はいね、こちらが魚の味噌漬けの出来上がりですいやプリプリ美味しそうですね、 そうですね上手に焼いていただくとね本当にね、はい、パサパサせずに美味しく召し上がっていただけるんですよ、はい、気持ちするのが何よりやっぱり嬉しいじゃないですかそうですよね、買ってきてすぐじゃなくて1週間後でも楽しめるということですもんね、そうなんですね、ただ、まあ、それでも食べきれなかった時っていうのはどういうふうに保存すればいいですか、さっきみたいにちょっとたくさんの煮付けとか貼って、はい、でこうして付け上がりの味のご自分の好みの時にも出してね、はい、でラップで包んで冷凍庫に入れておいてください冷凍していいんですか、うん、そうすると
1ヶ月ぐらい全然大丈夫ですし、はい、召し上がるときはちょっと早めに出して解凍して同じように焼いていただいたら大丈夫ですのでね、はいはい、でこうやって置いとかれるとちょっとあお弁当もう一品みたいな時とか あ材料買ってなかったわっていう時なんかにもいいですし、はい、急なあの人がいらっしゃった時なんかにもとても重宝していただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、さあでは材料表でおさらいです。味噌床はお魚もお肉も一緒です。白味噌 400g にみりんが大さじ2から4、みりんで味噌を柔らかくしてください。肉やお魚に直接味噌がつかないようにガーゼをして漬け込むのがポイントでした。さあ続いては野菜の味噌漬けです。カラフルですね。お野菜これ色がすごく綺麗に光るんですね。そうなんですよ、はい、お野菜も本当に、ね、味噌漬けにするとね味がしっかり入ってね、うん、美味しくなるんです、うん、じゃあそれやっていきたいと思います、はい、今回また白味噌とみりんを使うんですけども、お魚とお肉と違ってお野菜はあのお野菜自体からどうしても水分がとても出やすいので、みりんの量をすごく少なくしています。白味噌 400g にみりんが大さじ1から2ということは、はい、みりんの量が半分ぐらいになるんですね。そうですね、あのもう本当に白味噌が扱いにくいわけでなければ白味噌だけでも構わないくらいなんですけども、はい、今回少しだけみりんで溶いてますね、はい、でそれをまた同じようにこうして保存容器にあの味噌を入れて、そしてガーゼを入れています、はい、でこちらの方にお野菜をつけていきたいと思うのですけれども、はいはい、今日はどんなお野菜でしょうね、はいはい、じゃあまずね、今日はこちらのアスパラガスね、はい、これはもう茹でてあるんですね。そうです、茹でた野菜をつけていくっていうことですね、はい、これはね、であのアスパラガス同じようにちょっと硬いとこ取ってね、であの下ピーラーで剥いてもらって、今こちらの方、茹でたものです。茹でて食べやすく切ったものですね、はい、ちょっと固めに茹でた方がいいですか。そうですね、そのぐらいでいいと思います、はい、結構きれいに並べてもらって、はい、次こちらの方レンコンね、はい、うん、レンコンは5ミリぐらいですかね。そうですね、5から7ミリぐらいのスライスにして、はい、これも茹でといてください、はい、これこんな感じ、少し重なっても構いませんしね、はい、全面が味噌につかなくても大丈夫、うんうん、どうせね浸透していくので大丈夫です。なるほど。でこれブロッコリー、これも茹でたブロッコリーですね、はい、ブロッコリーも味噌につけるんですね。そうなんです。でね、このブロッコリーの茎のとこね、はい、これね、これもちょっとこうして切って一緒に入れていただくとね、なかなかちょっと茎みたいでいいですよ高級感が出るんですよ、味噌漬けにするとね茎でいいですね。実は茎なんですけど、はいはい、茎のようなふりをしてお弁当に入れるとかねそういうことをいつもやってるんですけどね、はいはい、でこうしてきれいに並べて、またガーゼかけてお味噌をあの上から乗せてください、はい、でこれで茹でたのは完成です、はいはい、でこちらにあるのが、こちらの方はこれは生っていうことですね、はい、あの株も人参も実は生でかじっても美味しいお野菜ですので、別にこれを茹でてはいけないわけではないんですけれども、あのこのまま味噌漬けにしていただくのもとても美味しいんですね、はい、もう食べやすいように切って、人参はちょっと薄切りにして、株はこのように串型に切ってますけども、これも同じようにガーゼで上下を挟んでつけていただくと、はい、あの1日2日でとても美味しい味噌漬けになります。今日もね、いろいろなお野菜しましたけれども、はい、うん、他にどんなお野菜がいいですか。そうですね、他だとオクラとか、うん、はい、あとピーマンとかね、パプリカなんかも色が綺麗で、あの美味しいです。あとそうですね、プチトマトなんかも、ね、トマトも味噌漬けにしていいんですか。うん、そうそう、プチトマト固めのものがいいです。あの今ほら、緑っぽいトマトとか、はい、そんなのもあるじゃないですか、そんなものをつけていただいてもいいですし、あと長芋なんかもいいですね。どんどん出てきますね。そうです。でね、野菜の味噌漬けの場合は、はい、あの生のままというかそのまま焼かずに召し上がっていただけますから、お味噌ガーゼ敷かずにこうくるくるっとこう何ですか、混ぜ込んでしまって、はい、お味噌がついたまま召し上がるっていうのも面白いと思います。はい、こういうやり方をしていただいても大丈夫ですし、はいはい、でつけたらだいたい3日ぐらいでだんだんどんどん水分が出てきてしなとなってしまうので、それぐらいまでに召し上がっていただくのがいいかなと思います。はい、はい、では盛り付けたものをご覧いただきましょう。野菜の味噌漬けです。私味噌漬けっていうともっと色がね、うん、悪くなるかなと思ったんですけど白味噌が綺麗ですよね。本当に、ね、あのこうしてちょっとあの少し残ったり、ゆで野菜召し上がって残ったりしたのを、はい、お味噌につけとかれると次お弁当に入れたりするのにも味がついてますし、傷みにくいですし、とても、はい、あの綺麗なんですね。
はい、あとそれ以外にもね、なんかこうして粗みじんに残ったら全部ザクザクっと切って、はい、あの卵焼きにしてください。味噌漬けにした野菜を入れてるんですね。そうなんです。そうするとほら甘い卵焼きな感じ、ちょっと甘みのある味噌漬けが入ってますから、はい、すごくねこうふくよかな、あの柔らかいお味で美味しい卵焼きができるんですよ。ほとんど味付けがいらないんですね。いらないんです、お塩だけで。はい、大丈夫です。はい、野菜の味噌漬けは白味噌 400g に対してみりん大さじ1から2入れました。お肉やお魚に比べるとみりんを入れる量は少なくて、かさどこはいいということですね。で、今日ご紹介したお野菜以外にも、何でもいいんですよ、はい、あったものをねちょこちょこっとあのそのまま冷蔵庫の隅に置いとかずにね、はい、こうしてお味噌につけてあげるだけでとてもこうあのお野菜も幸せになるかなと思います。はい、楽しみも増えますね。そうそうそうね、はい、と思います。最後は黄身の味噌漬け、はい、そうでございます。これどんな感じなんでしょう。これはね、実はあのみりんで飲まさずに白味噌と赤味噌をちょっとだけ白味噌に混ぜていくんですね。はい、これはなんで赤味噌？そうするとね、卵の黄身の色がきれいにできるんです。だから赤味噌がないわっておっしゃる方は白味噌だけでも全然構いませんしね。はい、容器にお味噌の、3分の2、今度はお味噌たくさん入れるんです、先にね。でガーゼ敷いてこうしてスプーンでくぼみをつけるんですね。でくぼみのついたところに卵の黄身を、白身だけを外したものをポトンポトンと落としていってください。はい、でまたガーゼを乗せてそこにお味噌を上から塗っていきます。これ黄身潰れませんか？まあ、なかなかね結構しっかりして潰れないんですけど、もし潰れたとしても、はい、あの大丈夫です。そのままほっといてください。ちゃんと浸かりますから。そうですか。うん、で冷蔵庫に3日から5日置きますね。はい、だんだん日に日に硬くなるんですよ。これがどのぐらいの感じになるんですか？ぷりっとした感じで、ほら、はい、見てください。琥珀色といいますか、すごく綺麗な、はい、トロントっていうかね、はい、キャラメルみたいな感じ。結構固まってますね。固まってくるんです。こんな感じ、柔らかいキャラメル、ソフトキャラメルありますでしょ、はい、こんな感じかな、硬さは。でこれはまたぺっちゃんこ、水分が抜けてぺっちゃんこになってますの でそれをこうラップで巻いて丸く形を整えるんです。はい、でそれを置いたものがこちらです。なんだか太陽みたいで綺麗で可愛らしいですね。これはどんな時に召し上がるんですか？これはやっぱりなんですか、お酒のあてが一番、はい、かと思います。はい、ウニみたいな感じですよ。いいですね、ウニ、うん、塩味っていうか、ちょっと想像がつかないので自分で作ってみたいと思います。ぜひぜひ残ってください。黄身の味噌漬けは白味噌に少し赤味噌を加えると、はい、黄身がちょうど綺麗な、ね、色に出来上がるというところがポイントでした。はい、さあ今日はいろいろな味噌漬けを教えていただきましたけれども、はい、味噌床、これは1回しか使えないですか？いや、そういうわけでもないんです。はい、お魚やお肉の味噌床っていうのは出してすぐにまた使っていただければあのもう1回とかあと2回とか使えるんですけど、はい、どうしても水分が出てきますので、それはちょっと紙タオルとかで水分を抑えてね、取っていただくとまた次使いやすいかなと思います。はい、ただお肉もお魚もやっぱりどうしても生物のお汁が出てくるので、それに臭みが出てきてしまったらもう次使うと次のものが美味しくなくなりますから、ご自分でちょっと嗅いでみてね、うん、臭みが出てないようだったらあと1回2回また使っていただいて構いませんし、はい、そんな次々使わないわっておっしゃる方は冷凍保存していただいて使っていただいてもいいです。味噌床も冷凍できるんですか？そうです、そうです。はい、なんか食材出したら次のものをすぐつけるということだけ覚えていただくと使い回しも OK ですし、はい、お野菜や卵の場合は臭みがないのでかえって美味しさがなんかが入っているので、それをまた使いお魚やお肉に使い回していただくというのもいいと思います。まあ、こうしてこう週末に作っておけば、はい、お肉の方が早く浸かるから、そう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 、火曜日か水曜日ぐらいにお肉を取り出して食べて、ね、この週末近くなってきたらお魚を食べてという感じ。そうですね、それもいいと思いますよ。平日の忙しい時を助けてくれる、ね、そうですね、材料になるかもしれません。味噌漬けにするだけでやっぱりちょっとこう手がかかった感じがするので、はい、なんかごちそう感出るじゃないですか。あ、そうですね、そうそうそう、どうしてもこう塩とかお醤油にはねよく頼ってるんですけれども、ね、味噌もこう調味料ならではのやっぱ味わいっていうのがあるので、はい、はい、ぜひそういうのをね活用していただいたらと思います。はい、今日ご紹介した味噌漬け作り方は今日の料理の2月号にも載っています。どうぞ参考になさってください。今日は味噌漬け教えていただきました。大原千鶴さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。